はじめに東方幕内土俵入り。先頭は木村秋次郎、続いて若隆景、福島県出身荒汐部屋、大翔丸、大阪府出身追手風部屋、照強、兵庫県出身伊勢ヶ浜部屋、千代丸、鹿児島県出身九重部屋、隆の勝、千葉県出身千葉の海部屋、石浦、鳥取県出身宮城の部屋、豊山、新潟県出身時津風部屋、琴奨菊、福岡県出身佐渡ヶ嶽部屋、松鳳山、福岡県出身二所ノ関部屋、剣翔、東京都出身追手風部屋、大野翔、青森県出身大野松部屋、碧山、宇部鹿県出身春日野部屋、玉鷲、香港出身片尾根部屋、沖ノ海、島根県出身八角部屋、小結浅野山、富山県出身高崎部屋、小結北斗富士、埼玉県出身八角部屋、小結遠藤、石川県出身追手風部屋、小結阿炎、埼玉県出身錣山部屋、関脇御嶽海、長野県出身出羽海部屋、最後は大関貴景勝、兵庫県出身千葉県部屋。昨日は波乱の一日でした。関脇以上の力士が全員敗れるという日になりました。三役以上でただ一人2戦2勝なのが小結の新小結の朝乃山です。今日は結びで横綱白鵬に挑みます。朝乃山です。今場所注目の2人、御嶽海、貴景勝ともに上げ1勝1敗。御嶽海今日は明生、貴景勝今日は大栄翔戦が組まれています。川福西方幕の内土俵入り。今日の幕の内の放送解説は元関脇栃ノ若の春日野親方、向正面は元小結舞の海舞の海秀平さん、実況は大阪、リポートは東が小林アナウンサー、西は宮アナウンサーの担当です。先導は木村金次郎、続いて大翔鵬、香港出身追手風部屋、錦木、岩手県出身伊勢ノ海部屋、輝、石川県出身高田川部屋、千代大龍、東京都出身九重部屋、正代、出身国津風部屋、島の海、三重県出身木瀬部屋、佐田の海、熊本県出身佐田井川部屋、琴恵光、宮崎県出身佐野本部屋、炎鵬、山梨県出身
高田川部屋琴浮き香川県出身佐渡ヶ嶽部屋宝富士青森県出身伊勢ヶ浜部屋明生鹿児島県出身立浪部屋妙義龍兵庫県出身境川部屋大栄翔埼玉県出身追手風部屋関脇栃ノ心上州出身春日部屋最後は大関高安横綱が白鵬を破ったのが東の筆頭の大栄翔です。白鵬からは初めて金星を獲得したという大栄翔、今日は大関に返り咲いて貴景勝戦が組まれています。そしてその後ろ関脇栃ノ心が苦しい2日間、連敗で今日3日目、今日は遠藤との決戦、またカド番の大関高安も昨日敗れて1勝1敗、今日は沖ノ海戦が組まれています。この土俵入りに平幕西の3枚目友風がいませんでした。昨日の取り組みで右膝を痛めました。右膝の関節の脱臼と靭帯の損傷で治療期間が未定と診断されて今日から休場となっています。師匠の小車親方は長引くと思うしそう簡単にはいかない、最低でも1年はかかるだろう、こればかりは仕方がないので現実を受け入れてやり直すしかない、これから検査を受けて治療の方針を決める予定だと話していました。友風の休場を入門以来初めて、今日対戦する予定だった碧山は不戦勝となります。西方より横綱白鵬を土俵入りであります。解説は春日の、お願いします。そうですね、まあ、上位陣がね、はい、負けることに連鎖というかね、また勝っていきましたからね、まさか発表がある、そうですね、まあ、ちょっと、なんていうかな、こう甘く見たっていうところもあったのかなというような感じがしましたよね。連敗が許せない状況で今日は収まりません、そうですね、まあ、だから昨日がねちょっと相手に取ったもんですから、今日は引き締めてくるんじゃないですかね。今日は結び審査員の小結の浅間山の挑戦を受けるようです。
時折には終わりました。